です。矢野元和だった矢野とじみさん。久々に、はい、岡崎にやってまいりました。約1年半とか。そう、はい、岡崎も久しぶりだし、この家は初めて。そう、初めて、初めてだね。いつも東京に来てた時は遊んでたけど、はい、遊びには行ってなかったんで、ちょっとトミーくんが、あるものを買って遊びに来ました。哲也に40万円を貸したんですよね。そうね。なんか今度なんかこの40万円使ってなんかやろうかって言ってて、そう、はい、で哲也と虫さんとあと P さんの3人の中から一つ選んだのが、はい、40万円の肉を買って今回岡崎に来ると、はい、買ってまいりました。うわー、これが40万円分の肉らしいです。これを今回は食べ終わるまで帰れませんということで、合計が5.5kg。これね、マジ泊まり込み企画ですね。なるほどね。楽しいぞって言いながら、やったーってですよ。いやいや、食べたら間違ったの、それだけは絶対なしってことは約束して、はい、食べていきましょう。 100g で1万円以上します。岡崎、市民にはわからん。いきなりステーキとかで考えたらやばい。やばい、まあ、行ったもんね、行ったもんね。一緒に行ったもんね。何グラム行ったんだ。300g 食べたら3万円。神戸牛のヒレ肉、神戸牛のサーロイン。単純計算で1人10万円分食わないと。10万円の肉すげえな。こんなことしていいの。すげえな。まあ夏だってのもあって、ちょっとスペシャル企画ということで、はい、食っていきますか。行こう、サーロイン。サーロイン行こう。よっしゃ。はい、行こう。とりあえずサーロイン。よし、やっていきます。うわ、やばい。うわ、いいよ。うわ、こんなここ。いいよ。ここ見て、ここの。あ、ハイブランドおじさん来てたよ、今。ハイブランドだよ。お兄さん。これはハイブランドだよ。いや、これハイブランドのね。お肉さんだよ。食いますか。もう食べよう。食べましょう。よく東海のこの夏場に不衛生なキッチンで不衛生なものを食ってみんな倒れないねって虫さんがツイートしてて、虫さん倒れてるから。今日ね、今ね、今連絡来ました、うん、完全に熱が出たからクソの怖い。アウト。いやー、うわーうわー、いいわー、やばい。うわ、ありがとうございます。これ肉菓子いい。完全にもう好きに。ちょっとじゃあ肉菓子します。はい、お願いします。肉ってこと。いきましょう。うわー、いいやー。うわー、テンションが出た。いやー、ちょっと多分今トミー何でも買ってくれる。ちょっとどうしようかな、ちょっと少なめ。楽しい今日。お願いします。一口目。うまそうに食うな。上司に電話してみて。うわ、うわ。海賊の食い方してる。優勝した。優勝した。今んとこ全然余裕でしょ。余裕余裕。無限だよ。無限だよね。それでいただきます。おお。早い早い。この20分後ぐらいは気になる。これまあね、ぶっちゃけもう結構あれだからね。え、満足度はいってるかな。え、熱出てるでしょ。来た、いい熱で。40万の肉あるよ。サンタに風を移したら、水溜りボンドの動画は止まるのか。あ、どうもどうかあるので、ね、風の体温がすごい。体温、体温風すぎる。あの、トミーと肉が来るのはすごい残念みたいな。風で食欲なくてこれ食えたってことない。やばいよ。もうこの肉のおかげで。めちゃくちゃうまいな。今日初めて熱いやつ言うのもちょっと。風邪ひいてる人と同じ方向かガチトーンやめて。みんなと同じ分だけ食べてたんですよ。じゃないとなんかね、年功序列なんかなって思われたら嫌だから。確かにな、嫌だ。年功序列なんだ。下のもんに食わせないシステムじゃん。言われたら嫌だから。これが年功序列ですよ。今、取り始めどれくらいだったんですか。今でも、まだ3、4ちょい、うん、あ、そうなの。今何パー。いや、500万パーぜー、お前500万パーでそれ食おうぜー。いい意味で500。ねえよ、そんないい意味は。そんないい意味はねえよ。え、みんなも
今でしょ。俺今70。これで食べ終わるまで終われないんですか。そう、ちょっと休憩はありだな。休憩はありなんだ。いや、これ美味しい。今はカエル飼ってるって言った。今、口の中にガマガエル飼ってる。夏だから水道行きのカエルだよ。大丈夫よ、片足出てたよ。カエルがこう、カエルが水分ちゃんと取って、だから倒れちゃう。中和させてもいい。なおかつアスポーツだよ。倒れちゃうから、ちゃんと取ってみる。すごいあるよみたいな感じがすごいから、あるストレスいつ切るのってね。目標はもうそこぐらいで、虫さんがあと回復するっていう、その虫さんにめっちゃ優しくする。虫さんの薬作るみんなっていう。芝居呼ぶもはや、うん、夢丸は何してる。ああ本当だ。だってあれちょっと体調悪いでしょ。体調悪い。夢丸と僕全く同じ症状だと、なんか料理方法変えたら。そうなんだよね。めっちゃ変わるね。ステーキだけでよく食ったよね。よく食ったね。どうしていくのがいいのかね。まあまあ一旦休んで、うん、それぞれ考える。今この状態で何だったら食えるのかって考えておけば次辛くなったら。ああ確かに。まずだからみんなで買い出しとか行って何となったら食えるか。え、次のじゃあ開始時刻決めとく。そうね、確かに今7時10分。うん、わかんない。今19時11分だから一回11時とかですよ。11時あるじゃない。うん、11時どこじゃ、どこのさ、大食い動画で4時間の。いや、一回だから11時までの間遊んじゃいけないからね。もう、そう、全力で腹を、全力で腹をすかす作業、うん、じゃないと真面目にやってなかった。そうだねっていう話になって。え、芝居は何やってんの東京で。芝居は東京で何やってるか分からんけど、とりあえず昨日帰ったことだけは確かに。なんでバーベキューソース入ってんの。何あれ、床傷つけないためのやつじゃないでしょ。存在だけは知ってたけど、改めて言われるとめっちゃ面白いな。次食い切るぐらいじゃないとぐらいの勢いで頑張ろう。そのための4時間です。そのための前向きな4時間でいきましょう。はい、行こう。はい、じゃあやめます。やめます。やめます。一回やめます。肉をちょっと何キロか測りたいと思います。はい、持てばいいんだ。あー、天才。天才の考え方だ。はい、まず哲也の体重を見てみましょう。はい、67.1 です。お、ずっしりくるな、これやだ。これでめっちゃいったら頼む。70いったな。 70.2 だから 3.1kg。 おう、残り 3.1kg。 でも逆に 2.4kg 食ったの。おすごい。おで、1人、いやでも1人 600g だから結構戦いはしたんだ。焼肉屋？いや結構これ結構重要だ。ちょっとごめん、ちょっとごめんね。あのちょっとごめんね。なんとか来てくんない？マジで。俺が説得するからちょっと。うん、分かったよ。お？それちょっと説得するわ。量が来るぞー。おお。すごい。お腹が減ってるぞー。おお、すごい。ちょっと虫さんはもう早く横になって寝た方がいい。ね。体調悪そうだもんね。一刻も早く寝ても。え？腹痛すぎてこの辺やめます。え、腹痛いの。はい、アイテムを買い揃えましたね。そうね。はい。え、なんで酒飲んでんの。酒は普通の水分と違って速攻でこう血液で吸収されるから。ああ、水分じゃないと。だから味も変えれるし、体もリセットされるし、水分さっさと出るし、もういいことづくめってトミーが言ってました。あと36秒です。勘弁してくれ、マジで。実は今寝ようとしてて、なんか全然状況変わってなくて、うん、休憩いらなかった説ある。お前普通に4時間休憩して酒飲んだやつ。で、休憩いらんかったかもしれんの。なんだ、あそこの階に酒残ってるから。なんでだよ。